の司会を務めさせていただきます中村和子です。よろしくお願いいたします。今、大問題になっている志賀原発直下の核弾頭の訴えを中心に、今日は東洋大学の渡辺光久教授に、ご専門でもあります変動地形学の視点からお話をしていただきます。つい先日ですけれども、原発直下に断層があっても原発の運転を一律に禁止せず継続の可能性を残す新たな安全評価基準の導入を経済産業省原子力安全保安院が検討しているという報道があったばかりで大変驚いているところです。ぜひこの点についてのお話も聞きたいものです。それでは最初に主催者であります岩渕正明弁護士がご挨拶申し上げます。お願いいたします。弁護士の岩渕です。実行委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げたいと思います。今日は週末皆さん夏休みちょうど終わったところでお忙しいところたくさんお集まりをいただきましてありがとうございます。今今日のテーマにいたしましたその核弾頭の問題は、私たちがですね、今現在起こしている訴訟の中ではどんなふうに主張されているかといいますと、これも渡辺先生がご指摘されています富川南岸断層という問題について大きな争点として今回の訴訟では主張をしております。でその主張を踏まえて訴訟を行おうとしたところに今回のですね、1号機直下の S1 断層という問題がクローズアップをされてきたわけであります。この実は S1 断層というのはですねもうすでにご承知だろうとは思うんですが我々が1号機訴訟を1988年に、提訴をしました時にもうすでに S1 断層を含めてその当時はですね7つのシームというふうに書いてあったので書いてありますが7つのシームという活断層がその原発直下にあるということをすでに主張しておりました。ところがその残念ながらですね当時まだ活断層という問題についての知見がまだ必ずしも十分ではなくて我々もその十分な立証がしきれなかったというところで最終的には1号機訴訟の段階の判決ではこれを活断層というふうには認められなかった経過があります。しかし、ようやくですね二十数年経ってですね現在その S1 断層が活断層であるという主張がようやく日の目を見て、これも我々のその訴訟の中で大きくその主張を拡充しようというふうな段階に今なっております。我々のその訴訟ではこの、渡辺先生がご指摘になった富川南岸断層それから今日お話になる S1 断層これいずれもですね重要なポイントもうほとんどこれで勝訴できるというそういうその大きなその要素になっているということをまずご報告をしてぜひとも皆さん方のそのご理解といただきたいというふうに思います。で2点目もう一つ申し上げたいのはですね、今日の新聞でしたかねその1月の段階で今年の1月の段階でですね、最高裁を中心にしてですね、各地の裁判官を集めてですね裁判官会合をやっています。でこの中で、もう一つの争点がですね原発関連訴訟に関わる問題ということをテーマにして取り上げています。でまあ、これに関連する人の、新聞報道は今日出ておりますけれど、ここにですね私の今手元にその時に出された
テーマとそれからそれにいくつか関連した報告がここにあるんです。でこれを見ますとですね、彼らはどういう問題を提起をしているかというと、いくつかの論点に分けてやっているんです。その中でなかなか重要な注目すべきテーマが書いてありました。例えばですね、あらゆる原発訴訟を検討するときに、例えば、リスクの社会的許容性について判断する際に考慮すべき要素、つまりリスクをどこまで社会が認容するかということについて、費用対便益、費用便益比較の方法なんて、要するに費用と便益を考えるという方法をどういうふうに考えて、これから考えていくかということをテーマの一つにしています。それから規制行政庁に対する一定の信頼の低下、一定の低下、信頼の低下じゃなくて完全な信頼の低下だと思うんですが、一定の低下したことが原発関連訴訟の事件動向、審理運営に与える影響について、こういうものをそのテーマにしています。つまり、それからもう一つですね、私が注目する現場は、国の政策決定が裁判の審理運営に与える影響について検討するということをテーマにしています。で、型によるとですね、原発の安全性、とか危険性に対する判断だけではなくて、社会がこのリスクをどう受け止めるかとかですね、それから、国の政策決定がどうなっていくかとか、それから規制行政庁にこう信頼できるかどうか、そういう問題もですね、訴訟の審理に影響を与えるということをここに書いてあるんです。だから我々はですね、単に原子力発電所の安全性、これは非常に一番大きな問題なんですが、それだけではなく、これは我々も訴訟で十分その反論主張していくつもりなんですが、それと同時にですね、今言ったような、規制行政庁に対する不信、徹底的なその信頼破壊という問題を暴き立てていくこととかですね、国の政策決定をどうするのかということについて、国民の世論をどういうふうに集めていくのかとかですね、我々はもうこれ、原子力発電所のリスクを受け入れる余地はもうないという、そういう要素をですね、これは安全性だけではない、そういういろんなその原発を取り巻く要素を積極的にですね、我々の運動の中でも大々的に外へ出していって、そのことによって、訴訟運営にも大きな影響を与えるんだということをですね、しっかりこの最高裁のこの審理項目の中に入っておりますので、そういう点も十分その理解をしていただいて、訴訟と同時にですね、脱原発、反原発のですね、運動にもご協力をいただきたいというふうに思います。まあ、今日はそのうちの特にその重要な争点であります、地盤地震の関係について、渡辺先生の方からご講演いただきますので、ぜひともご清聴をお願いをいたしまして、主催者の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。ではいよいよ渡辺先生のにご講演いただきます。お話は約1時間20分余り予定しております。その後に、質疑応答を10分余り考えております。では渡辺先生、どうぞよろしくお願いいたします。渡辺と言います。こういうタイトルでお話をさせていただきます。お手元の資料とは少し、違ってますが、すみません、含んだ形です。で、志賀原子力発電所周辺の活動ということで、タイトルにはこちらだけが書いてありますが、どうしてもこれが必要であるということで、入れました。理由は、後ほど見ていただければと思います。で、話の内容としてはいくつか章立てを考えていますが、まず基本的なところを少しご理解いただかないと、後の方の議論がよくわからなくなりますので、活断層とは一体何かというところから話を始めさせていただきます。で、その中でですね、
辺野地形と活断層というのはどういう関係にあるのかとか、あるいは活断層の話なのにどうして社会学部の人間が来てるんだろうか、なんか変じゃないかと、まあ、そういう話は未だによく聞きます。で、まあ、その辺に誤解が残ったままだと話が非常にややこしいので、活断層とは何かということを含めて、この辺のところをですね、ご理解いただきたいと思います。で、2番目に、活断層、地震の被害という観点から、まあ、活断層というのはどういう問題があるかということを2つ、揺れの被害とずれの被害、まあ、特に問題なのはこちらですが、実はこの地下原発の場合はこちらにも問題があります。この2つの問題を話をして、でその上で地下原子力発電所にどういう問題があるかということを具体的にお話をします。で最後に、まあ、少しまとめみたいなものをいたしますけれども、要するに審査体制がおかしいんだ、それから今司会者の方から話がありましたけど、最近出てきたその活断層の分類とかですね、まあ、こういったところをまとめるという形で、最後にお話をしたいと思います。まずその活断層とは何かとか、社会学部って何だ、社会学部で何をやってるんだって話ですが、まあ、私の専門はですね、変動地形研究です。で、まあ、一般の方にない特技とすると、小さくても大きくてもいいですけども、なんか崖があったり急な斜面があった時に、この崖がですね、川が作ったものか活断層が作ったものかということを区別できるという、まあ、そういう勉強をしてきたわけです。活断層って一体何かということですが、生きている断層という意味です。断層はじゃあ一体何かというと、強い力で破壊が起こって地層が食い違っている構造、まあ、必ずしもでないですが、多くの場合地震発生に関係します。このように地層が非常にはっきりこう食い違っていますけども、こういうものを断層というわけです。これはまあ神奈川県の城ヶ島ということですが、どこに断層があるかお分かりでしょうか。ここにあるんですけど、この島々プレートがここでなくなって、ここに出てきています、ね、こういう形で地層をずらしているものが断層というものです。でこれがもし活断層であった場合には、この食堂はちょっとややこしいことになるわけですが、まあ、これはまあ活断層はないので問題にはなりません。でその活断層とは一体どういうことかということですが、生きているという意味がですね、絶えずずるずると少しずつ動いている、そういう意味で生きているということではなくて、普段は全く動きません。ところがまあ数千年に1回ぐらいですね、突然動いてしまう。実はこれは活断層ではないのですけども、活断層でないものも、もう動かないものもたくさんあるわけですが、もう動かないものも活断層も普段は全く動きませんので、区別が容易ではないわけです。で、まあ、どうやって区別しているかということですが、簡単な図でご説明します。例えばこういう断層は茶色地層が出ている、でもこの地層にズレがない、まあ、この地層の年代にもよりますけれども、こういうものは通常動かないだろうというふうに判断をします。で活断層と呼んでいるのはですね、こういうものです。でこういうものというのはどういうものかというと、地面にズレができている、こういうものをですね、活断層、地表面が変形しているものを活断層と鉄通路は認定します。でどういうことかというとですね、要するに今これ普段は動いてないわけです。これも普段は動いてない、で近い将来動くものを活断層と言っているわけですが、普段全くどっちも同じなわけです。近い将来動くかどうかということは、最近動いたかどうかで決めているんですね。つい最近動いたものであれば、また動くだろうと、そういう判断。で地面というのは、まあ、こういうところは古い地層がありますけれども、地面は非常に新しいので、地面にズレがあるということは最近まで動いてだとすれば将来は動くでしょう。でこういうものを、まあ、活断層と言っているわけです。まあ、大体、まあ、間違ったことはないのでこれでいいんだろうと思います。で、まあ、後ほど出てきますが、親分の大きな活断層があると、その近くに副断層があったりします。で地表面の変形を見ているわけで、まあ、変動地形ですね、地下面でできた地形を見ていて、活断層を認定するということになります。簡単に言うと、地層は全く見えなくてもですね、この起伏が分かれば、なぜこの起伏がどのようにできたかということを研究している人間であれば、この下にですね、こういうものがあるということを想像する、明らかにすることは簡単なんだと思うんですね。でこういうところを見て、もちろん
地層も見ますけれども、我々にとって、地面を見ているだけで活断層が分かると。で、まあ、地面だけしか見ていませんけれども、私のイメージの中には、地下でこういうものがあるなというのは、絶えず思っています。で、まあ、かつては、非常に素朴にですね、いつ頃動くんだろうかとか、動いたらどうなるんだろうかとか、何十回動いたら山ができるんだろうか、まあ、そんな研究をしてきました。ただ、当然活断層ですので、これいずれ動いて地震を起こすということもよく分かっていました。でその時に、まあ、どこで被害が大きいかなと、まあ、当然こういうところ被害が大きいようですね。それから、この活断層は一体過去にですね、どういう活動履歴を持っているかということも私たちの研究分野でした。で、まあ、後でなぜそうなるかというのを少し簡単に申し上げます。でこういう形でですね、まあ、地震のことにも関心があって、それに関わる研究をしてきましたので、話がちょっとややこしくなってきてしまって、地震学との区別がですね、一般の方に非常に難しくなってしまった。地震というキーワードにつながってしまったんですね。で地震学の方は地面には全く興味ありません。地下の深いところで、どのようにエネルギーが溜まって、それが放出されるかですね。でその放出の仕方、どういうふうにエネルギーが伝わっていくか、茹で方、それから地下にどういう構造があるかですね、まあ、こういったことを研究しておられるのが地震学者です。で地震というキーワードでなんとなく両方こう重なっているように見えるわけですが、地震学と変動地形学は全く異なる分野で、研究手法も全く違います。まあ、このことはちょっと後でまた申し上げますが、地面を見ていて、断層が分かるとか、過去の活動履歴をどうやって調べるかという話です。例えばこんなふうに活断層があると分かるのが我々の特技なんです。まあ、なんだかさっぱり分からないと思いますけども、ここに断層があると確実に認定します。硬い岩盤はですね、力を加えてやると、まあ、きっとこうズバッとこうずれると、まあ、こういうのをまあ断層というイメージで理解されている方が非常に多いわけですが、実際にはですね、地面には固まっていない地層、これは硬い地層ですが、固まっていない地層があるのが普通で、こういう状態で断層が動くとですね、地面は曲がるだけなんですね。でほとんど水平なところで坂道があって、また水平になると、これを見てですね、地下の逆断層というタイプの運動を認定しています。まあ、ちょっと難しい言葉ですが、東京外だという言葉、これはどういうことかというとですね、ここ水平なんですが、ここからあぜ道があることで分かりでしょうか、だんだん上がってきます。でまたこの神社のあるところから向こう側はほとんど水平になっていて、この傾斜の変化を読み取って活断層を認定しているわけです。で活断層は認定できると、そこから具体的にいろいろ研究が始まるし、例えばここを掘ってですね、この活断層がいつ頃地震を起こしてきたかということを調査し始めるわけです。で先ほどちょっと申し上げましたけど、地震学者は地面には興味がありませんので、どこに活断層があるかということは地震学者には分かりません。で活断層がどこにあるかということを分かるのは我々なので、実際にそこで、調査できるのは我々だということ。でまあ、私ここで機械を使ってですね、ステンレスの板を打ち込んで、このくらいの地層を抜き出してきて、こう地層が見えるんです。でこういうのを地下から引き出してきて、分析をしてですね、いつ頃地震を起こしたかということを調べ上げる結果は、 M7 以上の地震が数回、4回目ですね、約2500年間隔で起こっていて、一番新しい地震は16世紀以降であるというところまで突き止めました。で文献によると17世紀に非常に大きな地震があったということは分かっていますので、それを捕まえたと思います。であまりお金のことを言ってもしょうがないんですが、ここに活断層があるということを認定して、機械で穴を掘ってこういうのが分かるまでに百数十万というかです。私はとても安いと思います。まあともかくですね、こういう研究、活断層どこにあるかとか活動利益というのは地形学が分からないと、地面の起伏を扱う学問がわからないとこれ認定できません。それで地形学はですね、実は日本の中では完璧に地理学に入っています。 100% ですね。で地理学というとほとんど人文地理の先生ですので、所属は文系学部、もちろん理系学部にある地理もあったんです。私はそこの出身なので、まあ、出身は理学部ですが、
就職先は 90% の文系学部なんです。したがってですね、これとこれそのまま結びつくと非常に変な感じがするんですけども、ぐるっと回っていただくと変動付けをやっていて活断層の本当の専門家っていうのは実はここに過半数はここにいるんだと、このことはお分かりいただければと思います。何を言いたいかというと、最初のところですが、変なことを言ってるわけではないですよということですね。それから誤解を恐れずに言うと、つまりもちろんその分野で偉い先生なんですが、地震研究者に活断層は扱えない。活断層があると分かってもちろんいい研究されている方いらっしゃいますか。でなんでこんなことを言うとか申し上げたかというと、要するに専門家なんですよということをちゃんと言いたいのと、それからですね、いろいろお叱りを受けます。電話も最近あまりないですけど、 3.11 の直後はよく研究室に電話が来てですね、すごい怒られました。で叱られた内容2つあったんですけど、1つは社会学部のくせに何言ってんだと怒られまして、それは今の話でもちょっとこう電話では伝えられませんけど、皆さんにあること伝わった。もう1つ怒られたのは、お前たちはすごいお金の税金を使って全く役に立たなかったじゃない、何億何十億と使ってですね、地震予知研究してきたんです。でおっしゃる通りで、ね、全く役に立たなかった、その通りです。がしかしですね、あえて言いたいのは、何億と使ってるのは我々ではないということなんですが、地震研究、私たちは変動地形地理の分野で、さっき言ったように十数万であれだけの研究をコツコツとやってきています。そこは申し上げた。で実は問題はそこにとどまらずにですね、要するにやっぱり活断層研究というと、活断層というと地震研究だと思って国民的な理解がありますので、国のですね、活断層の評価あるいはご自身の評価をする場に、専門家いないという事態がずっとあったんですね。そんなところにいるとは思ってなかったので、声を上げなかった方も悪いんだけども、要するにもちろん言っていただいて構わないんですけども、国の活断層の評価のところに実はずっと変動地形学の研究者はいなかったんです。2006年、2007年以降ですね、少し入ってきました。端的にその環境を示しているのはこういうやつで、十数年前に福島で起きたものです。ここに坂道があってですね、なんかこう盛り上がったような形をしていますので、これも活断層。逆断層が確実にあると思ってここを振りました。でこういうところに断層が見えているんですけど、大体ですね、1万数千年以降に6回ぐらい地震を起こした少なくともですね、これは十数万体いきません、100万単位ですけども、これだけのことが分かりました。でそこにですね、非常に有名な、今年は見たことないですが、去年は盛んにテレビに出ておられた地震研究者が来られました。でもちろん偉い先生だったら、なぜここを掘ったかというご説明をしてですね、見ていただいたわけですが、帰り際にその先生はですね、何とおっしゃったかというと、よくまぐれで掘り当てました。結局何も分からないですね。若かりし頃なんでちょっと不穏と発言をしましたけど、これ分かりますか。武蔵東側、これ何だか緩い坂道が上がるんですけど、これ活断層のところです。山側どうしようかと思います。こういうのがですね、地形見てて分かるというで、なんでそんなものができるかということですね。当然活断層がいっぱいあると、こうシワが寄ってこういうところに断層がいっぱいあるんです。でこれは当たり前ですが、非常に強い力が働かないとこういうことが起きないわけで、その原因のプレート運動、北海道の例で申し訳ありませんけど、太平洋プレートと北アメリカ、ユーラシアプレートに北アメリカプレートが押し潰されて活断層がこういうところでたくさん地震が、もっと大きな小さいスケールというか大きなものを見ると、地球は熱的に生きている天体ですので、熱対流という現象があってですね、熱いものが湧き上がって冷えてずっと動いて中へ戻っていくという運動ができています。でこの表面で固まって水平に動く部分をプレートと呼んでいるわけです。これ、太平洋プレートのイメージで、
地震はプレートとプレートが引き裂かれるところと、からプレートとプレートがぶつかるところで地震が起きます。もう一種類ありますが、ちょっと示しています。日本はプレートとプレートがぶつかるところに、で非常にたくさん地震が、活断層ができて地震が起こるという。以上の活断層とは何かとか、私は社会学部で本当にいいのかとか、そんな話をします。で2番目ですが、活断層の値切りと無視という言葉、地震被害との関係でいろいろ話題にしているわけです。何であるかというのをちょっと後で申し上げます。で地震被害というのは、通常はですね、通常は我々の世界では揺れによる被害と揺れによる被害に分けて考えています。で通常はこちらばかりが取り上げられ、最近はなんとなく認識されるようになってきました。ガタガタガタって揺れてですね、その揺れだけで起こる被害と、揺れだけではなくて土地そのものがずれてしまうことによって発生する被害があります。これを分けないとですね、非常に厄介な話になりますので、2つに分けています。揺れによる被害っていうのは、要するに地盤が悪いですね、地層がまだ固まっていないようなところで非常に大きく、揺れが大きく増幅されて、被害が大きくなる特徴があります。例えば、9月1日の防災になってますけども、関東大震災、火災で亡くなった方が10万人越してますけども、それにしてもやっぱり3、4万人という方がですね、地震そのもの、揺れそのもので亡くなっているわけです。桁違いの大きな地震であります。でその時の被害は、ちょっと東京の例で申し訳ありませんが、はっきり分かれたと分かっています。黄色いところが、いわゆる山手台地と呼ばれるところで、緑色のところが下町地政治と呼ばれるところです。色が分けてありますが、ちょっと後でご説明します。で水色は氷河時代にできた谷ですね。昔からの流れのところです。表面にあるものを取って地下のものを出しています。で1923の時にですね、黄色の上には小さい点しかなくて、つまりあまりほとんど家が倒れてないと言います。で大きいところはそれなりに倒れてくるわけですが、18% から 40% ぐらい倒れたのが赤いものです。それから 40% から 68% ぐらい倒れたのがこういうところに出てきて、ものすごい倒れたのがここで、これ見てみたいではっきり分かりますが、非常に被害が大きかったのは水色と緑、濃い緑であるということなんです。でこれはどういうことになっているかというと、こういうことになっています。水色が2つ分かれていますが、いわゆる下町低地なんですが、地面では全く分かりませんが、地下に段差があってですね、柔らかい地層、固まっていない地層が厚いところと薄いところがあって、ここに被害が集中している。それからもう一つはこっちの深いところに被害が集中している。明らかに地盤が悪いところに被害が集中する、揺れによる被害が集中する、こういう特徴があるわけです。で従って今山手台地の方で被害小さかったので、つまり岩盤の上であれば被害はそんなに大きくならないだろうと、普通は考えられます。そうなんですが、油断してはいけないですね。例えば2005年のパキスタン北北部の地震ですけれども、300年前の非常に古い建物と建ったばかりの新しいホテルがあって、これがですね、揺れた、これ揺れただけです。これ活断層がないです。揺れただけなんですけども、ガタガタガタって揺れてですね、こっちがひっくり返ってしまう、非常に単純な話で要するに古くってもですね、ちゃんと作っては倒れない。新しくたってその耐震性を甘く見てると倒れてしまう、単純な話です。いつも申し上げるんですけども、実は姉派物件という言葉はもう大学生には通用しないんですみんなこうパーンとして地震規模のですね、適切な想定がされてなければ、揺れで、つまり耐震性がちゃんと十分備わってなければ、岩盤の上だとダメだということですね。それはもう明らかです。したがって岩盤の上は通常はいいんだけども、ちゃんと想定規模、地震の規模は適切に想定することが必要です。で次に、活断層近傍で起こるズレによる被害ですけども、土地のズレによって起こる被害です。
1995年の兵庫県南部地震、これ淡路地震なんですけども、まばたきしないで見てください。これ動かします。このくらいの動きなんですが、まあ、これが神戸で5000人の方を即死させた事件だったんですね。まあそれはともかくとして見ていただきたいのは、建物は倒れていないんだということですね。地盤がいいの。ただ断層の上にあったところはボキボキ倒れている。この家はですね、全く倒れていません。ここだけが外壁ですね。こんな感じで。これはまあずれによる被害。地盤が良くてちゃんと両面立てていれば揺れは耐えますけれども、これはダメ、ずれはダメ。1999年台湾の地震の時に、倒れていないんです。地震の揺れには耐えたんですが、断層の真上にあったんですから、これでぼっきり折れてしまう。これもですね、右側が数十センチ上がったんです。で、この体育館は向こうの壁が落ちましたけど、壊れてはいないんですね。ところが、この真上にあった鉄筋コンクリートは完全に破壊を受けている。これはずれによる被害というデータです。で、ちょっと今日はこの話が中心ですが、先ほどパキスタンの例があったので、ついでにと申しますが、ちょっと見てください。これ非常に大きな被害が出たところで、ウォルド・バラコットというところですが、この写真僕見せられてですね、2000人亡くなったんだって言われた時に、ちょっとなんだかよく理解できませんでした。2000人亡くなったって、そんなにたくさん人がいたのかと思いましたけども、これもですね、地震の前の写真があって、それを見ると分かります。これもまばたきしない。高級住宅街があったんですね。これだけの家が密集していました。で、ここに断層があって、この断層で向こう側が少し隆起してですね、非常に日当たりのいい斜面があって、そこが高級住宅街。こちらはまあ、だから山本大地のこちら下町定地があって、ちょっと家はかなり重いんですが。ところがですね、この断層は動いて地震を起こしました。で、全部揺れたんですけども、この部分ではズレが、ズレっていうのは先ほどお見せしたポキッと折れるものじゃなくて、この部分がですね、何メートルか隆起して、手前側に倒れ込むような変形が起こった。さっき粘土で言うとこ曲がったところを見ていただきました。ああいうことは、その結果がですね、被害の明らかなコントラストとして出てきたんです。これ立ってるんですよね。ここにあったら倒れてますが、ここにあったらここにあったら倒れて、立ってます。これ全壊なんですね。まあ、ズレっていう場合にこういうこともありますが、今回、鹿の概念と関係ない別の原子力関連施設でもね、まあ要するに丈夫にしてても出てしまいます。ただまあどこに活断層があるかということは分かっていて、そこを外せばですね出ない被害ですから、まあ理論的には防ぐことは簡単。ところがこれですね、原子力関連施設に関しては、全くその評価がおかしい。例えば40キロあるはずの活断層が長さが10キロにねぎられて、ねぎられるというのはそういう意味なんですが、活断層は経験的には長いと大きな地震を起こすことが分かっています。で、大きな地震を起こすとちょっと厄介なので、ちょっと負けてくれよと、その多分、事業者が評価する専門家に負けてくれよと言って、で受けた専門家がよっしゃよっしゃと言って40キロ10キロ写真、そうすると想定地震の規模は非常に小さくなりますから、まあ、安く作れるということです。だから岩盤の上なら大丈夫なはずですが、ねぎった状態では非常に危うい。それからそもそもその活断層を無視することもあってですね、あるはずの活断層を無視しますから、これが簡単に防げるものですけども、これが全く防げない状態になっている。まあ、地震被害2つに分けて、いずれにしてもそのこれが起こっているために結構大変なことになっているわけです。例えば機械とか建物そのものというか、工学的なことは分かりませんけど、活断層の面から見てですね、こういうのが活断層ですけど、これが原子力関連施設ですね。で、活断層の観点から見て全く問題ないだろうというのは限界だけなんです。その他はですね、かなり近いところに活断層がたくさんあります。
その他の際にはですね、活断層にねぎりが横行していますから、揺れがねぎられている。地震のエネルギーが小さめに見積もられていますから、耐震性に、長い活断層は大きな地震を起こすから嫌だなと言って短くしているわけですね。はだはだしい場合にはですね、動画を見ている限り一番最大のねぎりはここで起こっていると思いますが、地震エネルギーは多分100分の1ぐらいねぎられている。とんでもない量です。すべてですね、これ以外はすべてねぎり状態になっていて、揺れはきちっと想定されていないと思います。でそれに加えて、敷地あるいは原子の直下にずれが発生することが懸念されるサイトがある。それがですね、若狭周辺と志賀、それから浜岡と下北のこの2つのサイト。原子力発電所だけではないんですけど、ね、これはどうしようもないので、誤解を移すか、配分を移すか、ないと、私は思います。こちらは、まあ、後で申し上げますけど、こちらはまあなんとかなると思うんですが、これはどうしようもないので、特に鹿なんていうのが両方絡んできますので、非常に現状としてはまずいと。で具体的に今までの話を念頭に置いていただいて、具体的に石川原子力発電所の話です。ここに横浜のここに原子力発電所があります。で最近の怖いのを見ているとですね、こういうところにある活断層全部連動させてですね、大丈夫と、あるいはちょっと SS を上回りましたと、まあ、そういう話をしています。まあ、大変結構というか全部つなげて、大きな想定して、大きな地震を想定して結構に思うわけですが、ちょっとやりすぎじゃないものかと思うぐらい 大連動というものなんですけど、まあ、念のためにということでありと思います。しかし問題はですね、周りに何もないと。これどこの原子力発電所も共通した問題で、周辺には すごいそのたくさんありますありますありますと出しています。周りはですね、全くないという状態なんです。で本当になければいいんですが、ないとは言えない。でその最初の話をする、一旦怖いのを否定してしまっている時が何かだんだん確実にこれは活動として存在すると思います。遠くばっかり見ていて近くのものを無視してしまうんですね。活断層のネギット無視というのがあると思います。これは揺れに関わる心配で、これは濡れに関わる心配、敷地内にもあるわけで、これは皆さんご存知、いずれも無視されています。ネギリというより無視されていますね。耐震性は不足しているし、多分立地そのものが不適格だと思います。で両者に関係がありますので、いずれも簡単なんですけども、お話をして、最後に両者の関係についても触れたいと思います。トキガ南岸断層ですが、これは実は1970年代には指摘されていました。ところが、原子力関連施設、志賀原子力発電所の安全審査ではですね、存在を否定していますが、よくわからない理由で存在を否定したというのは、本当にわからないんですよ。なんで否定しているのかよくわからないんですよ。ちょっとすみません、これ学会発表でそのまま持ってきたので非常に難しい話が入っていますが、要するに昔の海岸線の高さを調べていると確実に活断層であるという話をこれから話をします。それから海岸部の地形を見ていくと、海の中にですね、このもともと陸地で定義されているんですが、これは海の中につながっていくと考えざるを得ないと、そういったところで話をしています。ちょっと小さくて、全く申し訳ないですが、陶器で、これ高浜ですね。ここに原子力発電所があります。で、この黄色いやつ、色がついているのが、海西南球面というやつなんですけども、昔の海底です。
で結論だけ言うと最終的にトリガー難関断層があります。そして実は日本の活断層にはこれだけの活断層が書いてあって、これは高見断層はちょっと私は活断層ではないだろうなと思っています。でこれはですねよく分かりません。活断層の疑いが濃厚なんだけどちょっと今のところが分かりません。で福良断層は小さい断層です。本体ではないと。でこれだとちょっと話がした。でここのところの地形ですけども、地元の方であればお分かりいただけると思いますが、こういう形で途切の町の南伊豆で非常に大きな崖があるんですね。で どこかっていうことはちょっと難しいんですけど、どこかこの辺にあるとしかちょっと言いようがないんですけど、まあこういうところにあると。ちょっとなるべく大きくしたいので横にして、左が北になる。でこれがですね、海西南球面、昔の海底です。海底面ですね。昔海底だったところが隆起運動で陸地に出てきたということです。で時代が分かっていて非常に見づらいですが、ここにちょっとついているのが数千年前 で黄緑色のやつが12、3万年前で、あとはよく分かりませんが20数万とか30数万、黄色とかオレンジはもっと古いと思います。よく調べた人がいます。例えばここで水色を調べる、この低い乱流なんですけど、ここ掘ってですね、有機物を見て年代測定をした名古屋大の大学院生なんですけど、すいません、見づらいですね、西暦52年から181年ぐらいに干上がったらしいと、まあ、そんなようなこと。それから黄緑に関しては火山灰のですね、すいません、こちらもあります、火山灰で年代が分かっています。周囲断球、フェブ面というやつですけども、これが岩盤で昔海底に溜まった砂利があります。でその上にですね、KTZ とか SK、 これ火山灰の名前なんですけども、10万年前から 11.5 万年くらい前、こちらは九州から飛んできた、こちらは三重県、島根県から飛んできた火山灰です。年代が分かっています。でこういう火山灰 が飛んでくる前の年代ですので、まあ、常識的に12、3万年になっています。だからこれがですね、原子力発電所の目の前のことだったんですけど、ちょっとこう川が削ってるんですよ、谷が入ってるんです。でこの中に、11万5千年前の SK という火山灰が溜まっていましたので、この断球そのものは12、3万年前というふうに思います。でこれはまあ事業者も同じ状態を出していますので何の問題もありません。ありがとうございます。でまあ、上はちょっと年代は分かりませんけど、まあ、大体この年代が分かっているところがあります。で重要なのはですね、この黄緑色が同じ時代の海底なので、この線ですね、この線が海岸線なんですね、昔の。昔のって12、3万年前の海岸線。で海岸線であれば、どこも高さは同じはずだった。ところがその高さが違っているというのが重要となっています。で、まあ、古い時代 の海岸線も分かっていて、こういうところ全部高さを調べています。どうもこの研ぎ側のここで、海岸線の高さがですね食い違っているということから活断層を認定しています。字が小さいのでお分かりいただきにくいのはあとグラフで3メートルとか4メートルで、原発の南で12、3万年前の海岸線が20メートルぐらいだったのがだんだん高くなってきて、50メートルぐらいになってきて、またこっちで20メートル、要するにこの辺では原発の南では20メートルぐらいですが、ずっと上がってきて50メートルぐらいまで来ます。ところがですね、ここを挟んで20メートル落ちてしまいます。これの落差があるという。で黄色の断球の海岸線を見ても同じように落差があります。オレンジも同じです。したがってですね、ここに断層を考えざるを得ないということですね。
確実にこの都議側南岸断層というのがあって、こちら側が隆起してこちら側が落ちるような運動が、断層運動が続いているはずです。これが都議側南岸断層を認定したものです。これはちょっと今日は省略しますが、あ、これもおかしいわけですね。もともと同じ高さだったわけだけど、 なんか今違って、まあ、特にここに急激で変わってしまう。で、先ほどちょっと言いましたけど、昔の海岸、海底なので、これが陸地に出てきているということはですね、隆起の証拠になります。この地域が隆起している。ちょっと難しい話で恐縮ですが、この十数万年前から現在のですね、こっちが十数万年前、現在で、現在の海面の高さを0メートルとすると、過去にこれだけ海面変化上がったり下がったとしています。で、実はこの変化がないと眼球ができないんです。海成断球ができるというのはこういうところだということが分かっています。で、しかし見ていると今の海面よりも低いところが非常に多いってですね、あんまり高くないじゃないかというわけです。で、これを説明するためには実際に高いところにあるわけですから、説明するために隆起運動があります。ここから12万5千年前にできたやつがずっと隆起で12万5千年間隆起してここに来る。で、同様にこういうところも隆起してきて、この形で海岸に断球が、海岸上の地形ができていて、これは海成断球というものですね。で、時代はよく分かっていますが、先ほど出てきたエムメノンというのはこれになります。で、火山灰で決まっている。この下と一つ下が10万年前ですから、これには11万5千年前の火山灰は乗りません。で、なぜこういうものができるかということなんですが、要するに海面変化です。簡単に言うとですね、温暖期、寒冷期、温暖期、寒冷期、温暖期、寒冷期という環境変化が刻まれているんですが、それに、隆起運動が加わっているわけで、問題はこれはなぜ隆起するかということが問題になっている。隆起の原因は何であるかということを考えるためにですね、まあ、いろんなことを調べているわけです。これが海岸線の高さです。今お話ししたんですね。これはもともと平らなものができるんですけど、それが折れ曲がっていないかとか、いろんなことをしています。それから、これからお話ししますが、海岸にですね、こういう地形がないかと。まあ、そういったことを総合的に調べるんですね。普通は総合的に調べるんですが、真面目な人はですね。ところが、まあ、真面目でない方は、全くこういうことを調べずに、じわじわと隆起をしてきて、地震と全く関係なく途中で隆起をしてくるとよくおっしゃいます。まあ、詳しい話はしませんけども、不真面目なっていうのは要するに皆さん想像されている方々ですけど、で、これよく調べるとですね、まっすぐ書きましたけど、実はこうではなくて、拡大するとですね、こんなふうにガタガタと隆起をしている。こういうところで地震が起こっている。断層が動いている。活断層が動いて地震が起こっている。それの隆起なんですよね。こう、まあ、これを月にするとまっすぐになっちゃいます。で、そういうことが多いんです。さて、じゃあこれはどうかということですね。隆起をしていることは間違いないんですが、どうやって隆起をしているかということで注目されるのは、この海岸の地形です。ここにですね、リスイベンチという地形がよく見えます。まあ、2箇所ぐらいで見ていただきますが、こんな形ですね。波が削って平らにしたものですけども、海よりもですね、2メートル弱ぐらい高いところにあります。で、これはですね、まあ、これだけで絶対的なことは言えないんですけども、昔波が削ったような跡が残っています。だから原発の南にですね、完全に草が生えてしまって、もう波は全然来ないようなところがあるんですね。今の海が削っていない、こういうものがあるんです。で、こういうものは通常地震性地殻変動と関係を普通に疑います。なぜなのか、日本の海岸には同じような例がいっぱいあります。三浦海岸で、今の海はここに、ちょっと1メートル、1メートル半高いところに狭いんですけど、なんかリシーベンチみたいな。で、これが実は1923年に隆起したということが、一つ上にまた平らなところがありますが、これは1703年の元禄地震で隆起したということが分かっています。海岸部のですね、こう、なんかちょっと高いこういうものが地震性の隆起と関係しているということでよく知られているんですね。青森県の西津軽地震の時にも3メートルぐらい隆起してこのものが。
小宝島ですけど、2600年前の地震で干上がったあと、これはですね、房総半島で年代が出てきますが、これが元禄地震の時に干上がったことで、元禄時代はここが開発されたんです。で、関東大震の時にはここが開発されたんです。なんか地震の時にもっと上がってきてですね、海南の地形があるんですけど、大間ですけども、大間のところにもですね、地震の時に上がったと思われる非常に低い平坦なものがあります。で、これと同じものがですね、実はここに見えている。原発のすぐ目の前にたくさんあるんです。ということは、普通であれば、これは地震性の隆起を疑うかと。当然ですね、なぜ隆起をするのかと考えるんですが、このベンチの存在を考えたときには、これはガタンガタンと地震の時に上がってくるということは容易に想像できます。断層活動があるんだと。じゃあ、どこにあるんだというわけですが、それが扉南岸断層だと思います。これがこっち続くだろうと。例えば、扉南岸断層、ここで陸上で想定されていますが、その海の中ですね、こういうところで北陸電力さんの噴火探査の海底調査の結果があります。それを見ると、ここに地層のずれがあります。ここにありますよね。ここです。そしてここの音波探査の記録を見ると水平に見えますけど、ここはこういう斜めになっていて、ここにあります、ね、で、ここではこの部分ではこれよくわからないですね。どこにあるかわからないですけど、この辺にありそう、こっちの方がありそうなんだけども、資料がなくてちょっとよくわかります。どうかこの辺にあります。で、原発の目の前ですけども、こういうものがあるんですね。おそらくここだと思うんですね。ここで地層が曲がっている、まあ、こういうところで、これ扉南岸断層、こちらが隆起してこちらが下がります。全部こちらが隆起してるわけで、これがずっとつながっていると普通に考えればいいんだと。で、こういうところですね、ちょっと残念ながらすぐに資料が 手に入りません。私は検討できません。見えただけではこういうか。それから電力さんが認めている風断層がここにあります。こんな感じですね。地層がにゃっと曲がって、まあ、さっきのよく似ています。だこういう形で時が長々とずっとこう行くんでしょう。で、こいつが動くと、こちらが急激に隆起しますから、海岸にそのベンチ、利水ベンチのような、さっき見ていただいたような地形が残るんだと。そう考えればですね、全部うまく説明がつくわけです。海岸線の高度が、ちょっと専門です。これ省略しますけども、確実に活断層であると。で、海岸部を見ていると、間欠的に隆起した地形も見えているんだから、しかもここにそれ、海底の調査結果にも見えるから、これずっと南に続いているというのが、学会発表した結果です。で、これは、後部。これが親部で、これが後部だと。ここの拡大です。今度はこの中の話です。Google Earth の、写真の上に、北陸電力さんの調査結果を重ねたものです。1号機に、CO と呼んでいますが、まあ、S の1から S の8まで、先ほどご紹介しました。で、この中で今問題になっているのは S1。これはもう確実に活断層だと思います。で、ちょっと今日、具体的に資料がないのでお話していきませんが、もしこれが正しいとするとですね、この調査結果が正しいとすると、間違いなくこれも活断層。なぜならば、この S1 がですね、ここでピタッと止まってしまった。こういう状況は、これが動いた後にこれが動かないと起きませんので、まあ、同時ということもあり得るかもしれませんが、いずれにしてもですね、これが活断層であるということが、これが活断層であることは間違いないと思います。まあ、一つだけではなかろうという話。で、なぜこれが活断層と分かるかというと、ここで昔調査した結果ですね、穴を掘って、溝を掘って地層を出しています。で、その解釈が非常に問題になった。2つ穴を掘っていて、2
1つの旗で2つスケッチあります。4つあります。でビートレッジの北西壁面です。でこれを見るとですね、これは古い岩盤です。これが12、3万年前以降の地層です。12、3万年前かもしれませんが、まあ、それは少し新しいものです。でこれを見ていくとですね、ここに今チームと呼んでいる事業者がチームと呼んでいるものがありますが、これはチームという言葉は繊維をに関しては言及していない言葉で、なんか粘土が 薄い粘土の地層が入っているだけで、それは断層部でできたりいろんなことでできるわけですね。これはもう確実に活断層、非常に詳細にスケッチしています。相当優秀な方がスケッチしたものです。例えばですね、ちょっと後ろの方をご覧になりにくいかもしれませんが、この大きな石ころが並んでいるこの地層をずっとかけて、ここでこういう模様が曲がっているんですよ。北陸電力さんはこういう海がこう削って、でその後にこっちから川が流れてきて砂利を溜めたんだと言っていますが、それはありえません。なぜならばですね、この大きな石が川がこう運んできた、なんでこれなくなるの、ここにないわけですよね。でどこにあるかというとここにあるんですね。でこれとこれと同じじゃないかと思うかしらと思ってみるとですね、ちゃんとそういう書いたんですね。これ曲がる石がこういうふうに曲がってますよ、きちっとスケッチされています。ここにこういう構造がきっちり書いてあって、まず間違いなくですね、この大きな石を含む地層がずれていて、間違いなく活断層であると認定できます。でさらに、この地層の意味は後で申し上げますけども、上にですね、いい加減に僕は聞いてるんじゃないということをお分かりになったように、ここに書いてある線をなぞっているだけです。これです、ね、こうやっていくとですね、この断層の上で地層が曲がっている。これ先ほど見ていただきました。これですね、岩盤はズバッと出てくる、上が曲がるだけです。まさにこの構造が出ている。ここでガクッとずれていますが、上の地層が曲がっている、典型的な逆断層です。でさらにちょっと私注目したのはずれの量ですが、この大きな石ころを含む地層のずれの量と、この上の地層のずれの量が違うんです。こちらの方が2倍ぐらい大きいんですね。だから2回ですね、動いていると思います。1回、2回です。で、この部分の地層がこちらにはないんですね。非常に薄くなってない。で、この間に、この前後に1回ずつ地震が、断層活動があったというふうに判断できます。分かりにくいのと思いますので、この図を使って断層にこう戻してですね、ちょっと説明します。1回目はこうだと、大きな砂利を含んでいる地層がたまった、その後にずれたと。でこちらが低くなるんですね。で次にこう川を洪水を起こして、この地層がためるときにこの起伏を埋めてためた、だからこちらにはない、こちらにはあったけどこちらにはなかったというんです。でこれで起伏がなくなりますので、その上の地層は普通にそのままになる。で実際にはこの地層に全部こう曲がっていたんですね。これ曲がってないですね。もちろん最初普通に川が流れてきたものですが曲がっていない。でこれを曲げるためにもう一回断層を起こさないといけない。こういう形で、まあ、2回ぐらい動いているだろうと。その反対側ですね、後ろ側の壁面でも明瞭にいろんなものが見えています。すみません、ちょっと順番間違えました。レンズですね、地層がみんなこんな曲がっていて断層のですね、多分ここにもずれの袋のとか小さい断層があると思います。でここで非常に明瞭なのは、非常によくスケッチしてあるなと思うのは石の角度ですね。通常川が運ぶと、まあ、このくらいの傾きで石はたまります。しかしここでは非常に急にたまっているし、ここにあるやつはですね、ちょっとこれじゃご覧いただきにくいかもしれませんが、後で資料をお持ちの方は自分でこう見ていただくといいんですが、
ここにある石はですね、ほとんど垂直にこう立っているんです。で、まあ、礫の回転といいますか、こういうふうにもともと石が溜まっていてもですね、こちらで岩盤が動くと、これがこうやって回転していくわけですよ。こうなっちゃうんですよ。その様子がですね、非常によく出ています。これも地層の曲がりがですね、ここに砂の多いところが明瞭に書いてあるんですね。この断層の上で地層が曲がっているわけです。確実に活断層ですね。まあ、2回動いたかどうかちょっとこれでは読めないかもしれない。で、ここ面白いのはですね、面白いというか、この裏側にですね、これが出てくる。ここで出てくる。まあ、これは古文なんですけど、その古文の古文がまたいるっていう感じですね。これもまあ、典型的な逆断層の古文です。これも同じですね。非常にこう、石が立っている状態、垂直にこう、石が分布している状態が書いてあって、地層の周りが、しっかり書いてあります。こんな感じで動いたんですね。まあ、どうやってもこれ、疑いようもない活断層です。事実関係は、今見ていただく通りなんですが、ちょっとまあ、一般的なまとめをちょっと最初にさせていただきますが、しかも含めてですね、非常に、調査、審査は不適切です。で、あるべき活断層を無視したり、長い活断層を短くしたりですね、鹿の場合には、時が南岸断層よくわからない理由で、ねぎったり無視した。それから S1 はですね、7月17日の意見聴取会で、専門家が非常に声を荒げておっしゃっていました。間違いないですね、どう考えたって活断層、今私が説明。申し上げた方です。で、それに対して違うんだという反応がなんとなく聞こえてきて、この模様でまた否定をするのかという問題も、まあ、とにかく安全性の確率は非常にほとんどで、まあ、私の立場を最初に申し上げればよかったかもしれませんが、揺れによる被害とずれによる被害ということを申し上げました。で、その揺れによる被害はですね、活断層をねぎらないで地震規模を正しく想定していれば再稼働してもいいというのが私の立場です。まあ、何が何でも原子力は全部止めろと思っています。ただし正しく確認されればあって、これはストレステストではダメだ。なぜかというと、途中でちょっと申し上げましたけど、例えばですね、甚だしい場合には活断層の値切りによって地震規模を100分の1に値切ってるわけですよ。で、そこからちょっと余裕見て2倍ぐらい動いても大丈夫ですと言われたって、それはちょっと話しいな。ストレステストでチェックするのではなくて、バックチェックできちんと調べてください。で、それが確認されれば私は OK だと。ただし、ずれによる被害はこれはどうしようもありませんので、廃炉ですね、待ったなしに入る部分があると思います。でも、どうしても必要だということであれば、皆さんの了解を得て移転という選択肢を取らざるを得ないと思います。で、これに関しては再調査はいらないと思います。例えば鹿に関して再調査は何のためにあるのか私にはよく分かりません。まあ、なんでこんなことが起こるかということですが、要するに審査体制がおかしいのであって、私は調査を第三者機関でやるとは思わないけれども、審査はそれなりにちゃんとやってほしいと思います。で、これは実は、まあ、今回のために用意したスライドじゃなくて、ちょっと前に、どっかで使ったんですけども、これは使わなくていいかなと思ったけど、ちょっと使わないとですね、この問題また大きく出てきたと思いますので、改めてこれから先はここにちょっと焦点を当てて話をします。何を気にしているかというと、先ほどの冒頭でお話になりましたが、パインが出してきた活断層の分類です。主断層と副断層と弱面に分ける。これは地震を起こす非常に大きな断層で、
これは地断層と構造的に関係している事例を起こすので、これはこれとは関係なくて、なんかどこかで揺れた時に何か地域に揺れてしまうような、これ3つに分けると言いました。しかもですね、どうもはっきり言っているのは、これは再活動はしないと。今地層のずれは見えるけども、再活動は絶対しないと。まあ、そういうものもあるから、全部こちらの方に放り込んでしまう。で、実は8月23日に、委員会館で国会エネ庁の会議があって、そこでなんか喋ろうということで喋ってきました。で、目の前というか、中部の向こうにホワインの人がいたので直接聞いたんですよ。なんでこんな分離をするんだと。新聞記事になる前だったんですけど、ね、で目的がよくわからんというか見え見えだとか、なんでこんなの分けるの、手段層ってやつがこれですね、本当に本格的に動いて地震補正なものがこういうものの下にあってはいけないとか、それから主断層はずれてるけど、そこから派生するようなもの、副断層があってもいけない。だけど、弱面ならいいっていうふうに言いたいんだろうけど、まあ、それが見え見えない。これ主断層がないんですね。どっかで地震が起こって、それでこうずれているんです。それで、これとこれの区別はですね、学術的には意味があります。ずれの量が違いますので、私たちも普通にこれ分けています。地形の形成を論じるときには大きな起伏はこっちを作りますので、まあ、それを分けて考えます。しかしですね、どっちにしろこれ被害が出るのであって、原子力の世界に雲がいらないんじゃないかと。まあ寝るためにしたいというのであれば別に構いませんけども、どうしてこれが区別分類がいるのかよく分からない。まあ、一番分からないのはこっちだと。何が違うんだ。この図は非常におかしな図だと思う、私は思います。なぜならば、こういうところで何か被害が出るような図になっていて、ここに何も書いてない。しかし、これせいで、こっちもこっちもですね、数十センチ動いてる、同じぐらいずれているわけで、なんでこっちのだけにあるの。当然これを書き足せる。同じ被害が出るんだから、なんでこれを区別するの。これ非常に意図的でですね、なんかこう間違い誘導さしやすいとかって、非常にその素直にお上の言うことを信じる方々はすぐこれでごまかされてしまうんじゃないか。まあとにかくそのもう一つですね、再活動しないというんだけども、地盤が悪くて弱いからずれているんですよ。だったらまたずれに決まってるというか、絶対ずれないなんていう科学的な証明できるわけはないんですね。で、なぜこういうものが出てくるかよくわからない。こんな説明は証明できるはずがないと言いました。それでずれによる被害はないと、区別はいらない。それから2と3はどうやって区別するんだ。もしかしたらこっちに放り込んで、こっちに3に放り込まれた上では、再稼働してもいいよっていうふうな、そういう筋道を考えているんじゃないかと、その保安員の方に直接ですね、質問したらですね、驚くべき答えが返ってきた。なんておっしゃったかというと、いやいや、一般の方から分かりにくいからこうやって区分してくれと言われたの。僕はちょっと耳を疑いましたけど、すかさずですね、お言葉ですが、2と3が一般の方に分かるとは思えないんですけどって言ったら、いや、そう言っても一般の方がちゃんとあったんだからしょうがないという、そんな話をしていました。一般の村人ですよねっていう言葉をちょっと飲み込みましたけど、その時はそういう説明をしました、そういう説明をしていましたけども、今は私が懸念したことをちゃんと言い出していく。でこれはですね、非常に大きな問題があると思います。いくつか問題あって、ちょっとごちゃごちゃ来る時の新幹線で作ってきたのすいませんけども、こっち行ったらこっち出すかもしれませんが、これですね、これを無視してしまうと2はなくなるんですよ、自動的に。例えば
これ下北半島のさっき100分の1に握っていたこの刀層ですけど、6カ所とか東通りでは76.8 ぐらいの地震しか想定していません。しかしですね、活断層専門家はこれは活断層ということを言って M8 以上こういう地震が起こるんだと言ってるわけです。でこれを活断層でないと言ってるのは原子力の人たちだけなんですね。でこれでまあ地震のエネルギー100分の1に握っている、まあ、これはズレも問題だと言ってるんですが、この東通りの敷地の中にものすごいたくさん活断層が分かっています。12万年間に5メートルぐらいずれている、50センチじゃなくて5メートルぐらいずれているやつもあるんですよ。ところがですね、これをなくしてしまうと自動的にこれは全部3にカテゴライズされるんですね。そうすると下手すると全部考慮する必要はないという話になりかねません。それからもう一つ心配していくつかありますが、しかも同じなんです。S1 とかふくら断層がありますが、これは私たちはこの断層をですね、副断層、枝分かれ断層と思っています。でもしですね、これ認めなければ、今認めてないんですよ、本意の場合。これ認めてないとですね、何もないんで、これ3にカテゴライズされてしまう。そうするとひょっとしたらですね、S1 あったけどまあ大丈夫って話になるんじゃないか。それは非常におかしな話で、ちょっと大きな声で反論していかないといけないと思います。ちょっと私何を考えているかというとですね、ここの断面図、模式断面です。ちゃんと深さ測ってません。簡単に書いてきたのこれは海です。でこれが陸地で、この辺に原発があると思います。で、トリガー南岸断層はここにあるんです。ここを断面図、こうなってるんだと。そして、こちらにふくら断層とかから S1 とか S6 というのがこれのコムとして存在する、こう思ってます。これなしにですね、こんなものできるとちょっと思いません。当然これ主断層で副断層という形、この間のホワイトの分類に無理やり置けではですね、丸1で丸2です。ところがこいつを否定してしまうと途端にですね、これは3に格下げになるんですよ。そうすると場合によっては調べてここ大丈夫ですよって、そういう変な話になりかねない。もしかしたらこれを狙ってるんじゃないかというふうに思うわけです。50センチぐらい大丈夫じゃないかと思っている方いらっしゃるかもしれませんけども、そうは思いません。日本を含めて世界でいろいろ活断層の上で何が起こっているかって見てきましたけど、例えば20センチを超えた上にあった家が無事でいた例もないんですよ。少なくとも大きく傾きます。原子炉建屋がそういうものの上にあっていいはずは絶対ないんです。でこれを認めないというとすればですね、おそらくこれの理解がないんだと思うんですよ。つまりこの部分に先ほどちょっとお話をしましたが、断球があって隆起をしてるんですね。これを隆起させる原因をはっきりさせないといけないんです。なんとなく隆起するはずはないの。この活断層があれば隆起します。それから海岸にですね、地震の時にパンとこう上がったような地形が見えているわけですね。でそれもここに想定すれば全部説明がつくわけですね。なのにこれを否定してしまうということは、こういう変動地形に全く理解がないというようなものです。もしですね、これを否定するのであれば、なぜこういう地形ができるかという説明が必要です。でそれもですね、あとちょっと言いますが、こう考えれば説明できますよというのではダメなんですよ。こう考えれば説明できますよということと、これはないんですって話は別の話なの。その論理がいつもこうすり替わって、非常に変な話になって。だから私も非常に心配しているのは、もう軒並みこっちに放り込むんじゃないかということ。今申し上げましたけど、活断層以外の説明が確
可能であるということと活断層ではないということは、これはすり替えなので、これが横行しているというですね、非常に問題がある。真面目な方はそのことはあるかと思うわけですが、本当にあるわけですよ。例えばこれ活断層でしょ、地層がずれてます、もう断層があって地層がずれていると、これ活断層じゃないですかっていうと、あのホワインの専門家の中にです、ね、いやいや違うんですよ、まあ、断層の可能性もあるけども、そうじゃなくて水を含んで地層が膨れ上がったそういうことだってあるでしょっていうわけですよ。そうするとね、そう言われると、まあ、絶対ないとは言えないから、その可能性はまあありますもんねっていうと、そうでしょ、だからこれがそうなんですって話なんですよ。本当にそういうものになって応募していて、もう開いた口が塞がらない。まあ、とにかくこれでどんどん消していきますので、それが非常に心配。もう知っているはずなんですけども、新指針はですね、疑いがあったら黒だと覚えと書いてあるんですよ。ところが現実にはグレーのものは全部白にしてしまう。やっぱり指針と手引きを守ってほしいと、ね、でさらに専門的にはちゃんと変動地形を理解してくれないと、まあ、とんでもない話になって、なんで乱気ができるんですか、隆起するからでしょ、でそこに活断層があるから隆起するんじゃないですか、いやいや活断層がなくったって隆起するでしょ、それはその可能性もあるよね、だからそうなんですよって、そう言ってくるんですよ。まあ、これは私が申し上げることではないかもしれませんが、プレート境界ですね。一番最初の話になります。黄色がプレート境界で、赤が地震が起きるところ、つまり活断層が非常にたくさん多いところです。日本は真っ赤っかになっていて、黄色が陸地です。これが海ですけども、日本の陸地が見えないくらい真っ赤になっていて、まあ、一説では世界で起こる地震の 10% は起こると。いわゆる活断層が多いところです。まあ、そこに原子力関連施設を作るわけです。でもう一つ有名な図があって、地震と原子力関連施設。残念ながらですね、真っ赤っかのところに、つまり活断層が非常に多いところに原子力発電所を作っているのは日本と台湾だけなんですね。アメリカは多いですけど、ほとんど東海岸なんです。それからアメリカはですね、西海岸でも作っているんです。しかし非常に厳しい調査、審査が厳しくてですね、こういうことをやってます。1960年代ですけども、作り始めたんですよ。ボデガンという原子力発電所ですが、作り始めたんですが、やめたんです。なぜやめたかというと、断層が出てきたんですよ。それで建設中止になりました。でどんな断層かというとですね、これ当時の写真ですけども、まあ、私から見るととってもチャチな断層で、これなんですけども、4万年から40万年の間に数十センチ動いたっていう断層。これはですね、さすがに私もひょっとしたら片断層じゃないかもしれないと思います。いわんや原子力村では完全に無視されるものでしょう。これだけでやめてしまう、やめてしまったんですね。そのくらいは厳しい規定を設けています。これも非常に変な話を聞きます。アメリカは土地が広いんだ、日本みたいに土地が狭くて活断層が多いところでこんな厳しくしたら原子力を作れない、それは話が逆だと思います。まあ当たり前ですよ。まあそんなこと言って本当に作れるとかあるのかとよく言われますが、あるということはお見せしたわけですね。最初に限界は、途中ですけど、限界にはないんだと。まあそれだけじゃないですけど、ないわけではないと思います。将来は活動しないことを示す客観的な証拠なんかあるわけないんですよ。今さっき見ていた S1 みたいなやつです。 S1 が将来動かないという客観的な証拠なんかあるわけありません。弱くてですね、不安定だから動くんですよ。だから当然将来同じようなズレが発生する可能性が高いと考えるべきです。
だこんな私は皆さんと比べれば原子力には非常に好意的だけどさすがにですねずれてしまうとかダメだと、それはもう間違いない話だ。ところが事故が起こったら取り返しがつかないから地盤だけでも安全な場所を選ぼうと考えるのは普通なんだけども、そうではなくてですね問題があっても危険はないと主張を続ける専門家がいるんですね。現実に鹿なんてどういうふうに展開していくかよく分かりませんけども、やっぱりそのここの問題はやっぱり非常に大きいと残ってくるんだと思うんですね。今のまま規制庁新しい組織に動いていっても何も変わらないんですよ。で最後に一言申し上げたいのは今の津波地震津波意見聴取会で活断層に関して意見を述べている方が何人いますかね。1、2、3、4、5、6名いらっしゃいます。で5、6名いらっしゃるんですが、電力と関係ない方は1人だけですよ。ものすごい勢いでいた方ですけど、でその他は電力と関係あるというと怒られるかもしれませんけども、そう言わざるを得ないわけです。だってその他は全部産総研ですから、経産省の中の産総研の研究者、あるいは産総研を経由して大学にいらっしゃる、さらに電力中央研究所という組織から産総研に行った方、全て電力所定いらっしゃる方です。個人個人はですね僕は変な人はあんまりいないと思うけど、やっぱり委員構成がおかしい。それは中立とはとても言えないと思います。やっぱどうしてもここのところですね、これを大きくして、私も大きく言いますけども、皆さんにもきちっといろんなところで発言していただければ少しはいい方向に進むんじゃないかと思います。少し早めに終わります。以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは引き続きなんですが、質疑応答といいますか、質問タイムに入らせていただきます。質問のある方は手を挙げていただければ、マイクお持ちしますので、順番に、どうぞ何か質問があれば手を挙げてください。いかがでしょうか。素朴な疑問でもいいですし、専門的なことでちょっと分かりづらいことがあればそういったことでも結構ですし、どうですか。はい、じゃあその前の、8月10日に北陸電力が再調査を始めますということになって、その翌日の地元の報告新聞を見ますと、地元の報告新聞を見ますと、北電幹部の発言ということで、現場を、とにかく現場を見ればわかると、直接確認すれば安全性を立証できるということで、スケッチや写真を見て活断層と、この記事を読んでみますと、スケッチや写真を見て活断層と指摘した委員への対抗心が滲む、似顔絵や写真で可愛いと思っても本人を見たら違ったってことがあるでしょ。現地調査はうちにとってアドバンテージになるというコメントを北電の幹部の方がされているそうなんですが、これについてこういう北電の言い分について、先生はどう思われますか。まず事実を申し上げると、再調査をしてですね、スケッチが出てこないんですね。おそらくあそこは取り去ってしまってますから、彼らがやろうとしている再調査が出てくるのは、岩盤と岩盤が接しているところが出てくる。つまり、
データとしてはまだ起こったものしか出てこないので、私は特に申し上げると再調査は全くないです。スケッチにその他出ていくデータよりも質の低いデータしか出てこない。で、あのスケッチはその時も申し上げましたけど、大変きっちり書いてある。あれはですね、どうやったって活断層としか考えられない。あれを誰が見ても活断層ではないと研究会社の方がおっしゃってましたけども、それで、ちょっとマスコミを通じて聞いてもらったんですけど、北陸電力の方は専門家ではないんですよ。ところが意見聴取会で厳しく詰め寄ったのは専門家なんです。でその専門家に対して声の大きいやつだとか冷静に何とかしてないとかいうのであればですね、何を根拠にそれを言ってるかはっきり言わないといけない。つまり電力会社の人は素人なんですが、彼の知っている専門家の声を代弁するために、それは誰ですか、それを言わないと議論にならない。それをちゃんと言ってくれれば、どういう審査に問題があるかのかまで、厳密に議論できるから、そこまで言うべきだと思います。ちょっと言いましたけど、要するに否定のしようがないんです。何をもって否定をするかですね。岩盤と岩盤の接しているところを出して、多分粘土が出てくるんでしょう。粘土が出てきたら、こういうことなんですよ。今までの北陸電力さんの話を考えると、岩盤と粘土が出てくる。で、粘土というのはシームだと。で、シームは岩盤と岩盤が擦れ合ってできることもあるし、古い亀裂に熱水効果で粘土が入ることもある。だから、断層じゃなく活断層ではない。さっき言った釣り替えなんですよ。熱水で起こるできることもあるけども、活断層の温度でもできるわけですよ。で、熱水で起こる可能性もあるでしょうというところから、だから熱水だって話は論理が飛躍しているわけで、そこへ持っていくとしたら大変な話です。つまり私が何て言うかというと、すみません、ならないと。掘ってもですね、そこしか出てこない。どうしたって活断層の認定に非常に重要な部分はもう失われているわけですから、あのスケッチで判断すべきだし、十分それで判断できると思います。答えになった。そうすると、北陸電力がやろうとしているというか、もう始まっているわけですが、その再調査自体が意味がないっていうことですか？私はないと。私はないと言ったら、つまり、最初の設置許可申請、設置許可申請の時に出てきた先ほどの図像が、ああいうのをきちんともう一回 見て、なんでこれが活断層ではないって判断されてしまったのか、そこの問題をちゃんと追及すべきだっていう。いうことでしょうか。そうです。はい、ありがとうございます。再調査に意味がないという、お話でありました。他に何か質問はございませんでしょうか。何でも、はい、どうぞ。どうも、分かりやすいお話ありがとうございます。カンザー市に住んでます、カロベと言います。いろいろお話を聞いて、専門家とか地位があるような人たちの会話で本当に、ああこの人たちは病院に行った方がいいんじゃないかっていうような会話をたくさん渡辺先生は聞かれて見られているようですけど、その話を聞いてもなんかもう、ああやってらんないわ、この先どうしようって思う、希望なんかねえよって思いながらも、まあ私はいろいろやんなきゃいけないこういうところに来てるんですけど、先生はこういうものをたくさんもう見たり聞いたりして、なおかつ未来に希望を持っているでしょうか。そしてこの腐った
世の中で生き続ける何か哲学をお持ちでしょうか。教えていただきたいと思います。おっしゃる気がとってもよく分かります。で、まあ、本音を申し上げると、まあ、多分その 3つの分類が承認されるでしょう。で、それでどこが OK が出るかなんですけども、それによってはもうちょっとどうしようもないなと、次の事件で起きようとしたら日本は終わるんだ、そのぐらいの危機感を持っています。で、やってらんないよなって感じなんですけど、ただ私を支えてるっていうのは変だけど、まだ希望があると思っているのと、やっぱりなんていうか、私たちが何を問題にして、私たちっていうのはつまり声を上げている変動地球学者3人いるわけですが、私たちが一体何を言っているかということはやっぱり十分国民に伝わっていないので、それをもっと伝えたら、例えば別のことの話で恐縮ですが、市民団体のものすごい熱烈な動きがあったからするんだけど、大いの問題はあそこまでいくとは私は思わなかった。多分もうすぐだんだんなくなると思ったら、もう相当のものまで今言っていて、現地で僕を入れろって話に今なってきたんですよ。だから その辺にまだちょっと希望を持っているということと、実は根底で私を支えているのは、申し訳ないですけど原発でも何でもないんですよ。それは変動地形学という学問を僕の専門先輩がやってきて、それは私の先生方がやってきて、私も30年間やってきて誇りを持っているんだけども、それを完全に馬鹿にされると思って今までの審査で、でそれをやっつけない限りは、愚弄してきた人たちをやっつけない限りは、私はまだ眠れそこで今支えてる。すいません、答えになってね。はい、ありがとうございます。まだお時間ありますので、一番じゃあ後ろ の男性の方、はい、どうぞ。興味あることを2つちょっと言いたいんですけど、一つ今のこの断層活断層かどうかということに関して、12万年か13万年という年代を基準にされているんですけど、もっとそのそういう近近いというか1万年前とか2万年とかそういう基準じゃなかったんですよ。自分ちょっと驚きだったんですけど、今のそれが一つです。その12万、13万年じゃちょっと古いんじゃないかなという感じしたんですけど、それは活断層かどうかの判断の基準なのかなというちょっと一つ基本的なことなんですけど、それとあと富山南断層のそれ と、金沢の、富山市森本断層や高知型の断層とか、あるいは元の富山地震の時の断層とか、それだと連動する可能性とかあるんでしょうか。その2つ、2つ目から答えしますが、連動の可能性はですね、全く否定することはできないですね。それはどれだと、何だとそうなんですが、しかし、普通に考えて、東側南岸とこの辺の断層が連動するということは非常に考えにくいと思います。断層がずっとつながっていれば、動くかなって気はしますけども、完全に 別系統になっていますので、通常は連動を考えないでいいだろうと思います。からもう一つ最初のご質問ですが、12万5000年でいいかという話なんですが、活断層の専門の世界ではもっと古いんですよ。2、30万年といって。で、それはですね、どういう発想かというと、例えば活断層があって、そこを調べてもですね、最近の活動がわからないものが結構あるんですよ。もう絶対活断層だよなと思っても、調べても年代が寄っててもない。そうすると、例えば、20万年くらい前の地形に地理があったらですね、ひょっとしたら、新しいものを見逃している可能性があるから、20万年前だったらまだ動いていて、だけど調査しても見つからない可能性があるから、やっぱり
相当幅を持たせて、20万年間のどこかで炭素温度が見つかったらですね、最近のやつを否定してはいけないんだという、そういうスタンスなんですよね。だから12万5千年が非常に古いように思われますけども、僕はカルビン家はまだ若いと、もっと古くすべきだと。そこでちょっと問題があってですね、おっしゃるように例えば1万年とか2万年でもいいんですよ。ところが、地震が変わる前は5万年だった。それが新地震で12万5000になったんですけども、そこのところで非常に変な話がいっぱいあって、例えば敦賀の裏の湖断層という有名な敷地内に出てきたんですけど、あれはずっと活断層ではないと言われてたんです。その根拠はですね、旧地震で5万年前以降の活動が確認できないからというの。それがおかしいんですよ。5万年前以降の活動がないのであれば分かるんだけど、確認できないから活断層ではないという言い方にすり替わってきて、で、すみません、何言いたいかというと、あまり若い方をしてしまうと、その論理を起こすと大変なことになると。1万年前以降の活動履歴が調べても分からないって言って、多分続々出てきて、それ全部活断層じゃないと言われたら大変なことになるので、やっぱり少なくとも12万5000年ぐらいでちょうどいいんじゃないかなという気がします。はい、ありがとうございました。それではまだ続きます。どうぞ。そちらの、よろしいですか、帽子をかぶった、はい。北陸電力のその調査は来年の1月ぐらいに発表されるというふうに聞いた覚えがあるんですが、実際どういうふうな調査をしているのか、そのあたり先生は何か情報を持っていらっしゃるんですか。いや、具体的にはよく知りませんけど、要するにボーリングといって、こう機械で穴をこうやると、それから、どこかで、南東あたりで、敷地の南東あたりで、調査を行う、穴を掘ってこう調べると、そういうことをやっていくに伺っています。いずれにしてもその岩盤同士の岩盤と岩盤との間の断層美ですね。先ほどのやつ僕見てたんですけど、読んでたんですけども、真理は40メートル下にありとかって書いてあって、そんなことあるわけないですよ。活断層がどうかな、最大 の根拠は地面にあるわけで、深いところを調べても分からないこと、そういう調査をするって意味がないということは、多分来年の検査結果に関しては活断層はないという結論になる可能性が大きいと先生は思われますか。まあ、あまりもうそこで言ってはいけないのかもしれませんけど、何のために調査をしているんだろうと考えると、まあ、活断層の可能性は低いんじゃないかということを示すための資料を一緒に出してくるのではないかと考えられなくて、まあ、そういうふうに思います。志賀原発を作るときに調査したのと同じ会社が調べているという話も聞いておるんですけれども、そのあたりはどう思われますか。それもですね、よく聞かれるんですが、それは仕方ないかなと思いますね。どこまで申し上げていいか分かりませんが、例えば A 社という実質コンサルタントが調査を引き受けます。で、調査に入ります。とか実際にはですね、そこから渡したわけとかあって、実は多分ですけど、そこら辺の原子力関連施設の実際に調査をやってきたほとんど同じようなじゃないかで、どこに発注しようと多分同じ人が出てきてやります。で、彼はちゃんと真面目にやります。で、そこのところを第三者にこうやれと言われてもですね、大規模なボーリングとかいろんな調査は個人ではできませんので、第三者機関に預けられたとしても、そこは実質のコンサルタントに投げるしかないわけですよ。そうすると結局同じことになると。そういう意味で調査を、確かにおっしゃる通り、第三者がきちっと調査をするのは理想ですけれども、そこはまあ仕方ないかなと思っています。
ただ問題は、その事業者から上がってきた調査結果を審査する人が、の目が不思議なのというのが一番問題で、そこにきちっとした人を入れるべきだと。まずですね、まずその忠実性を確保した人員を確保し並べておくべきだ。それからずっと上がってきた調査結果の全部はちょっと出てくる、いくつかの疑問を持つわけですよ、やっぱりパッと普通の人が見る。そうしたときに、その疑問を持った委員が、その委員が予算を持っていて、調査の権限を持っていて、パッとその人が調査に入れるような、そういうシステムが一番現実的なものじゃないかなと。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。それではそろそろ時間も来ましたが、じゃあこれで最後の質問ということで、簡単にお願いいたします。後ろの上から2番目の男の男性の方、お願いします。元教師をしておりました、もう退職しておりますけど、渡辺先生の日本における原発、ほとんど活断層の上にあるんだと、で限界だけがそれではないという話でありまして、私は原発反対 の考えを持っております。再稼働もいかなることがあってもダメなんじゃないかという考えを持っております。そこで質問なんですが、その限界でもこの活断層が出てくるということはないのでしょうか。そもそも現れる最初のことだってあるのではないかなと思うので、そうすれば日本の原発全部ダメだということになると思うので、でその上に立って渡辺先生がもし、原発必ずしも反対じゃないとおっしゃってくれてるんですけども、原発反対という考えに立っていただけるなら、私は非常に心強いというか、ありがたいんですけども、その可能性はないんでしょうか。お願いします。まず新しく活断層が現れる可能性なんですけども、それはほとんど考えられないと思います。突き詰めていくとですね、どっかで最初に起こってきてるんですよね。 とにかく地球の歴史を考え、誕生を考えた時には最初にできた活断層があるんですけども、そういうのができて何十億年も経っていてですね、日本では数億年ぐらいの間にいろんなところに断層ができてしまっていて、でそこに今プレートの圧力が加わったときに、やっぱりその弱いところが動くと考えるのが自然で、何もないところが割れるというのはですね、非常に考えにくいというかありえない話だと思います。だからそういう心配はまずないんだと思うんですね。それから反原発にやってくださいというそれ話すとまた別の時間が必要な感じもしますが、現実的には今の状態で原子力をすぐなしにするというのはほとんどありえない話ではないかと私は思います。できれば個人的に飲みながら話してください。どうもありがとうございます。はい、飲み会に誘っていただいてありがとうございます。ぜひその機会があったらよろしくお願いします。以上です。はい、本当に多くの質問、ご意見ありがとうございました。そうですね、ズレがズレを呼ぶ、それから活断層は地面を見れば分かるのだという、言葉が私は印象に残りました。皆さんどうか最後に渡辺先生にもう一度大きな拍手をよろしくお願いします。最後でよろしいでしょうか。平和運動センターの、結城光代表に、閉会の挨拶をお願いいたします。皆さんどうも、遅くまで大変お付き合いをいただきましてありがとうございました。大変分かりやすい渡辺先生の話であったというふうに思います。授業を久しぶりに聞いたなと
高校時代以来こういう授業を受けたことがないので非常に分かりやすかった。今日の渡辺先生の話を聞くまで僕は変形地形学というような瞬間にはとったので変動地形やね、それすらまともに言えないというそれと地震学が違うということは知らなかったので、そのぐらいは僕はずっとの世界では素人なんですが、その素人でもそうか、やはり活断層というのはいかに怖いものなのか、ということもよく分かりました。僕はその地震学とか、変動地形学って全然分からないけども、やっぱり先ほどの方もおっしゃいました原発が怖いということだけはよく分かっていた、今もいるというふうに思います。今運動面で志賀原発をもう絶対に動かしてはならないという運動を富山の仲間と中心に一緒にやってきております。それともう一方で、皆さん方の今日の資料にこういうピンク色の紙が入っていると思いますが、岩渕さんを弁護団長、そして、今日ここにお見えになっています北野さんを原告団長として、まあ、志賀原発の廃炉の求める訴訟を全力で行っております。第1回の口頭弁論は10月3日に行われます。原告団120人、今サポーター目標石川県内で3000人のうち1600人まで来ました。まだ1000人ちょっと足りません。富山の仲間も頑張っておりますので、ぜひこの後ですね、裁判でもこの S1 断層、都議側南岸断層、その話をしっかりと追及しながら、僕らはもうあんまり将来がないのであれなんですけども、やはり子どもたちのためにですね、日本希望を捨ててはいけない、絶望の上に希望をきちっと立てて志賀原発を廃炉に皆さん方の力でやっていきたいと思いますので、ぜひこのサポーターになっていただければというふうに思います。本日は渡辺さん先生にこの後ですね、いろいろ反原発になってくれというお誘いの会を個人的にするつもりでおりますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。本当に皆さん今日はどうもありがとうございました。最後なんですけれども、今、出たところにですね、渡辺先生がお書きになられました8月22日つい出たばっかりの、本がございます。稼働すれば世界が汚染されるというタイトル、最悪の核施設6カ所再処理工場というタイトルでございます。735円で、すぐ出たところの受付で販売しております。お求めになられる方は、数限られておりますので、ぜひ、購入なさってください。よろしくお願いいたします。